ニューショアハムはアメリカ合衆国ロードアイランド州の南部ワシントン郡の南部海岸沖約13マイルの大西洋上に位置するブロック島の全体が町になっている。アメリカ合衆国国勢調査局がニューショアハムの全体をワシントン郡の国勢統計区第415に指定しており2010年の国勢調査では人口1041人であり 州内の39市町の中で最小である。町の名はイングランドのケントにあるショアハムから取られた。1765年10月23日に設立された歴史あるハーバー協会が町内ウォーター通り21にある。ロングアイランドの東端であるモントークポイントから東に1 4マイルであり、本土との間にはブロックアイランドサウンドがある。 約2万2000年前のウィスコンシンローレンシア氷河の対抗によってニューイングランドの海岸にできたターミナルモレーンのつながりであるアウターランズ地域に属している。島は夏の観光地であり、北端にはブロック島北灯台、南岸には南東灯台という二つの歴史ある灯台がある。島の北西端は未開の自然が残る地域であり、 大西洋渡り鳥経路に沿った鳥の休憩地点になっている。ニアンティック族インディアンがこの島をマニセスと呼んでおり、マニ島の小さな島という意味だった。考古学遺跡から言えることは、これら部族が鹿を狩り、魚や貝を取り、トウモロコシ、豆類、カボチャを育てて生活していたことを示している。彼らは季節によって変わる資源を生かすために、 地域の森林と海岸の間を移動していた。地域で見つかった人工物から紀元前1300年にはこの地域に住んでいたことが示唆されている。1662年、当のインディアンの人口は1200人から1500人だった。1774年までにその人口は51人にまで減っていた。17世紀初期にピクオート族や モヒガン族によって侵略されたニアンティック族は二つの氏族に分かれ、西のニアンティック族はピクオート族やモヒガン族と同盟し、東にアンティック族はナラガンセット族と同盟した。1634年、西にアンティック族が宗教でボストンを追われ、ピルグリムの船を盗んだといわれるジョンストーンをコネチカット川川口の近くで殺すことで部族を守った。 ストーンがインディアンの女性や子供を誘拐してバージニアで奴隷として売ろうとしていたという事実があるにもかかわらず開拓者たちは激怒した。これはそれ以前に関連する部族により本土の開拓者に対する残虐行為があったこともわざわいしていた。イングランド人は西にアンティック族の代弁者であるピクオート族にストーンの殺人者を差し出すよう要求した。 これが拒否されたので戦争に向かっていった。1637年夏、西にアンティック族がブロック島近くで別のボストン人、ジョン・オールダムを殺した。同年8月、マサチューセッツ湾植民地はコネチカットの開拓者に相談もないままに、ジョン・エンデコットの下に90名の兵士の懲罰遠征隊をブロック島に派遣し、2アンティック族の戦士をすべて殺し、 奴隷にすれば価値がある女性と子供を捕まえろという指示を出した。この遠征はマサチューセッツ総督のヘンリー・ベインが命令を出しており、島にいるすべてのインディアン男性を虐殺しろという内容だった。この遠征隊は東にアンティック族14人を殺し、その集落と作物を燃やした。イングランド人は60のイグアムとトウモロコシ畑を燃やした。 またすべての犬を撃ち殺したが、ニアンティック族は森の中に逃げ込んだので、兵士たちはその中の14人を殺すことができただけだった。エンデコットはこの懲罰が不十分だと判断し、その部隊はセーブルックトリレに船で渡り、デムズ川川口にあるピクオート族の集落に行った後で、ジョン・オールダム殺害の代償として、貝殻ビーズ1000ファゾムを要求し、和平の保証として、 ピクオート族の子供たち数人を人質に取った。この出来事が、ピクオート戦争につながる最初期の事件だと見られている。ブロック島の目印になっている、南東東大コネチカット州、ニューロンドンからのフェリーで、ブロック島の南側を見たところ歴史ある、ハーバー教会、バプテスト教会の系統であり、ニューショアハム西が W の高い丘の上に立っている。 ブロック島歴史協会の2階建て建物1524年後にブロック島と呼ばれることになる島をジョバンニダ・ベラッツァーノが主任し、ブルターニ公爵夫人クロードからクラウディアと名付けた。クロードはフランス王妃、かつフランス王は一世の妻だった。しかし、当時の地図のいくつかはこの島をルイーザとしており、フランスの皇太后であり、 フランソア一世の母であるルイーズ・ド・サボワにちなむとされている。ベラッツァーノの船の日誌では、その島が丘でいっぱいで樹木に覆われ、海岸沿いすべてに火を見ており、人が多く住んでいると述べていた。1614年、ブロック島はオランダの探検家アドリアン・ブロックの海図に載せられ、ブロックが自分の名前をつけた。1636年、 ジョン・エンデコットが率いたボストンからの遠征隊が到着し、島は当初、マサチューセッツ湾植民地の一部になった。1658年、マサチューセッツ湾植民地は1636年の遠征隊を率いたエンデコットを主とする集団に島を売却した。1661年、エンデコットの集団は、ジョン・アルクックの率いる16人の開拓者集団に島を売却した。 アルクックはカウズコーブに近いセトラーズロックでその記憶が残されている。これら開拓者はある程度までロードアイランド植民地の同盟者だったのでブロック島はロードアイランド植民地の議会によって1672年に法人化され島の政府がニューショアハムという名前を採用した。1685年のオランダによるニューイングランド地図ははっきりとブロック島を載せており、 アドリアン・ブロックス・アイラントと表記している。アドリアン・ブロックス・アイラントが掲載された1685年のオランダによる地図1699年、スコットランドの船長キャプテン・キッドがブロック島を訪問したが、その直後に海賊行為で有罪とされ、公主刑にされた。ブロック島では船乗りのジェームズ・サンズの娘であるマーシー・レイモンドから補給を受けた。その時の話では、 キットがレイノルズ夫人の艦隊に報いるためにそのエプロンを捧げ持つよう依頼し、それが一杯になるまで金と宝石を投げ入れたとされている。レイノルズ夫人の夫ジョシュアが死んだ後、夫人は北のコネチカット州ニューロンドンに家族と共に移転し、多くの土地を買った。レーモンド家はこうしてエプロンで金持ちになったと言われている。米戦争の時、ブロック島は短期間。 トマス・ハーディ卿の指揮するイギリス海軍に占領された。HMS ディスパッチ、HMS テーラー、HMS ニムロド、HMS パクトラス、HMS ラミリーズなど、イギリス艦船が停泊した。ハーディは食料を探して、艦隊をブロック島に率いていき、ロングアイランド湾の入り口に戦略的な陣地を設立した。イギリス軍が到着する以前に、ブロック島の家畜や、 食料のほとんどすべてがコネチカット州ストーニントンに移されていたのを知って、イギリス軍は激怒した。1814年8月9日、ハーディとその艦隊はブロック島を離れ、その食料や家畜を取り上げる目的もあって、ストーニントンに向かった。ハーディが8月10日夜明け前に行った襲撃は、後にストーニントンの戦いと呼ばれるようになった、戦闘で。 その艦隊に損失を出して撃退された。1829年、最初の北灯台が建設されたが、波にさらわれたので1837年に二代目が建てられた。その二代目も太陽に消されたので、三代目が1867年に建設され、それが今も残っている。その数年後である1873年、島でもう一つの灯台である。 南東東大の建設が始まった。ブロック島には自然の港がなかったので1870年にオールドハーバーから防波堤が建設された。もう一つの港であるニューハーバーが作られたのは1895年であり、島の北西側をグレートソルト池から大西洋まで結ぶ水路が掘られた。ブロック島唯一の公共図書館であるアイラの フリート所管は1875年に設立された。ブロック島は1938年のニューイングランドハリケーンで大きな被害を受けた。多くの島の住人や観光客が高潮による洪水で死んだ。第二次世界大戦中、奈良ンセット湾の入り口を守るポイントジュリスのグリーントリデの重砲砲台から砲撃の方向を指示するためにいくつか大砲の狙撃機が置かれた。 狙撃機のための見張り陣地は家屋に似せて建設された。アメリカ政府は島を敵の攻撃から効果的に守ることが難しいと判断し、島からの避難を提案した。しかし、島人は止まることを選んだ。ドイツに対する戦争が終わる直前に、島の北東7マイルでポイントジュディスに戦いが起こった。1950年、ブロック島の空港が開港し、現在でも、 一般用途空港として残っている。1972年、ブロック島環境保護機関が設立された。この機関と、その他の政府組織が島の土地40%以上を開発から守る責任がある。1974年、オールドハーバー歴史地区がアメリカ合衆国国家歴史登録財指定地区となった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は109.5平方マイルであり、このうち陸地9.7平方マイル、水域は99.8平方マイルで、水域率は91.11%である。ブロック島の気候は、周りの海洋や外して沖合を吹く、偏西風に大きく影響される。気候は、海洋性気候であり、北半球の東海岸では、珍しい区分である。 春から夏にかけて太陽が冷たいままなので、この季節のブロック島は、本土よりも冷涼なままである。しかし、夏は暑くなることもあるが、7月と8月の平均気温は、下市70度台半ばから後半であり、ニューヨークやニューイングランド南部が下市80度台、前半から半ばになるのに比べて低い。過去最高気温は1948年8月26日と27日の、 歌九95度、過去最低気温は1994年1月16日の引く下詞7度だった。最高気温の最低記録は1962年12月31日と1968年1月8日の下詞8度、最低気温の最高記録は1979年8月2日の歌七76度だった。秋から冬にかけては海洋が比較的 暖かいままなので、本土よりも暖かい。ナショナルホテル近くの海浜の波穏やかな海浜の海水浴客たち島の北端にあるセトラーズロックブロック島の険しい崖クレセントビーチは、ポイントジュディスフェリーやニューロンドンエクスプレスフェリーで島に渡るときに見られる。フレッド・ベンソン・チョーエビーチ、ラウズビーチ、スコッチビーチ、マンションビーチという4つの小さなビーチがあり、 すべてコーンネック道路に沿っている。修営ビーチとバラーズビーチには常勤の救急救命士がいる。修営ビーチには食事とレンタル品を提供するパビリオンがある。地元民が呼ぶベイビービーチはコーンネック道路沿いビーチヘッドレストラン近くのサーフホテルから始まっている。スコッチビーチはフレッド・ベンソン長営ビーチのすぐ北にあるり、マンションビーチはスコッチビーチの北にある。 マンションビーチの北は、クレーヘッドと、ポッツケトルズである。クレーヘッドは一組の崖であり、ポイントジュディスやニューロンドンに行き来するフェリーから見ることができる。この地域は、岩が多く、鉄分の多い粘土層であり、貝殻や石の採集には、人気がある。カウコーブ、セトラーズロック、サンディポイントが島の北端を構成している。ここに、北灯台があり。 絵はがきにも描かれる日没の地点である。セトラーズロックは、河口部にあり、ここで開拓者が上陸し、岸まで泳いで、島では初の牛を連れてきた。牛は、船から押し出して、岸に無理やり連れてきた。セトラーズロックには当初開拓者の名前を記した、名板がある。この浜は、太陽側を泳ぐのには向いておらず、特に離岸流の強い岬近くは不向きである。 一方、サッチェム池は、清水であり、水泳に向いている。島の南側では、ブラックロックビーチで、波が高く、サーフィンに最適なビーチと広く認められている。しかし、岩が多く、またヌーディストビーチという評判もある。ただし、ロードアイランド州のビーチでは全裸になることが禁じられている。近くには、モヒガン崖や南東灯台がある。コーストガードビーチは、 グレートソルト池と島の北西側にある太陽の間に位置している。釣りやウォーキングに人気があるが、近くを多くの船が通るので、特に水泳に適している。バラッツビーチは、ブロックアイランドフェリー乗り場と特定の南側にある。バラッツレストランとやドヤの前にあり、船乗りや若者に人気がある。砂浜では、カクテルウェイトレスがおり、日々音楽のライブ演奏もある。 毎日ゲームやトーナメントのあるバレーボールコートもある。バラーズビーチでは常勤の救急救命士がいる。ブラフスビーチはモヒガン崖の下にある。その小さな駐車場から144段の階段を降りたところにあり、景観日を楽しむことができる。この木製の険しい階段の下に大きな岩があり、海浜に通じている。島の南側にあるハーバーサイドイン、レストランと ホテルになっている。南東灯台は、島の南東隅、モヒガントレール沿いにある。1875年に建設され、今日もアメリカ沿岸警備隊の用途に供している。この灯台は侵食のために、崖から落ちる危険性があり、1993年に移動された。灯台の見学に加えて、夏の間のみオープンされる博物館もある。モヒガン崖が、 南東東大の西に近く位置している。ここは侵略してきた、モヒガン族と土地のニアンティック族の間に戦闘があった場所であり、モヒガン族がこの高い崖っぷちから押し出されて、下の浜に落ちて死んだ。この粘土室の崖の下に100段以上の階段が通じており、大西洋を見渡すことができる。島の南と西からはニューヨーク州モントークが遠くに見られる。 ロットマンズホローは、島の南岸に近く、広さ230エーカーの氷河性、アウトウォッシュ盆地である。何本かの歩道がある。乗馬も可能である。北東台は、島の北端、サンディポイントにある。島のこの部分から伸びているサスについて、船に警告を与えている。取り囲む砂丘は、ブロック島国定野生生物保護区の一部であり。 フエチドリやアメリカシュデムシなど多くの生物種が見られる。北東大の近くにブロック島の北端があり、両側に太陽のある細い帯になっている。ブロック島歴史協会博物館は中心街近くにあり、島の幅広い人工物を収めている。U-853 は島の7マイル東、水深130フィートに沈む U ボートの残骸である。 スポーツダイバーが、よくその残骸を訪れるが、すでに少なくとも3人の死者が出ている。ブロック島周辺では、船遊びが人気があるブロック島は1年中、ロードアイランド州ポイントジュリスとフェリーでつながれており、また、コネチカット州、ニューロンドン、ニューヨーク州モントーク、ロードアイランド州ニューポートとは、夏の間フェリーが運行されている。伝統的なフェリーでは、 ポイントジュディスから1時間で島に着く。このフェリーで自動車を搬送できるが、自動車の所有については前もって届け出て登録料を払う必要がある。旅行客は1年の早い時期に夏の自動車搬送を手配するよう勧められている。高速フェリーならば所要35分である。ニューロンドンからの高速フェリーは1時間ちょっとかかる。夏の間、車を持ち込みたい旅行客は 数ヶ月前から予約するのが通常である。ロードアイランド州ウェスタリーからは、ブロック島州営空港まで、ニューイングランド航空が、所要12分間の定期便を飛ばしている。レベッカ像、1896年に禁酒運動家が、飲酒の悪を示すために据えた。ハーバー協会近くにある、ブロックアイランドタイムズ新聞社ハーバー協会以下は2000年の、 国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。